まあとりあえずは安心してます。コロナの中で、練習時間の短い中で自分たちが、まあ主体となって、量より質っていうのをこだわってきてやっていたので、まあその結果は一日一日がやっぱ無駄になってなかったなっていうのを感じて、とりあえずは一安心してます。まあ、これは僕のその努力とかそういうことじゃなくて、やっぱチームのみんながパスをつなげてきて、自分が得点できて、まあ、ディフェンスも足を動かしてっていうのをチームコンセプトとしてやってきたので、やっぱその結果として賞、こういう賞をいただいて、まあ、素直に嬉しいです。まあ、チームで意識したことはまずは、コミュニケーションというと、まあ練習できない時間っていうのが長かったんですけど、やっぱその分、一人一人が、個人的に、まあ、努力をいったりして、まあ、努力とかその技術に関しては一人でもできると思うんですけど、やっぱチームの中でチーム練習ってなった時にやっぱ喋れないと、やっぱり試合をやってる意味がないし、まあ、練習もやってる意味がないので、まずは全員でコミュニケーションで、試合試合、高みを目指すんじゃなくて、まずは目の前の試合に集中することを意識して、練習してました。今まで順調に、勝利にこだわってきて、順調に進んできたので、やっぱ2部っていうのは僕たちの目標であると、まあ、最終地点、まあ、とりあえず2部っていうことを頭に常に考えてやってきたので、まあ、2部に行った時は、挑戦者らしく、アグレッシブに、まあ、3部から上がってきたっていうのをまず一旦忘れて、自分たちが積極的にプレーできるようにコツコツと練習していきたいと思います。そうですね、まあ優勝はしたかったんですけど、まあその新チーム始まった時の状況から考えるとすごい成長できて、準優勝っていう結果にも満足しています。どうですか？そうですね、僕個人的に個人賞が初めてなのですごく嬉しいですね、やっぱりコロナ禍で時間制限がある中での練習だったので、その量っていうよりは質をしっかり高めるっていうのを意識してやったのと、あとはトリッキーなプレーというかよりはその基礎的なことをしっかりやってたっていうのが、まあ準優勝っていう結果につながったなっていうふうに思います。僕は4回生なのでちょっと引退なんですけど、まあ、後輩たちにはまあ大阪国際大学さんも2部に昇格、同じように昇格っていうことなんで、まあリベンジしていただけたらなっていうふうに思ってます。